ウクライナのネスレ、マリー、ヌードルス、マッシュルーム、ギリシャ産に西バルカン半島向け仕様、揚げ麺に粉末スープと調味料がついています。麺は細くて気泡感が強く、粘りも弱いので軽い食感です。香りもあまり良くないです。同じ丼お湯え方式のチキンラーメンよりも脆い舌触りで、日本の袋麺にはないタイプの麺です。スープは多少のゴモゴモした濁りがありますが、すぐに沈殿して上の方は澄んできます。乾燥っぽいというか、日向臭いキノコの匂いがします。旨味は強いですが、人工的で平板です。細かな人参の粒が入っていますが、味や香りには気をせず邪魔に感じます。香りが少し違うだけで、ナンバー6473ビーフ味とほとんど同じ印象です。日本のラーメンとは違う食べ物みたいです。